さんこんにちは。ヴィンテージクスタッフのタオです。ほうです。今回はオルバト、今回はオルバトチャンネルシリーズ第2弾でございます。今日はなんと1000万円分のシャネルのバッグを集めてみました。イエーイ。では今日の動画スタートです。今日はこれだけの量を集めてみました。でも実はね、うん、こちらの価格は約1000万円ぐらいであります、ね、すごいよね。もうなんか紹介する前からワクワクする。本当に特別なデザインをたくさん集めてて、うんうん、今回ちょっと代表的なヴィンテージチャンネルのアイテムを出しましたので、はい、集まりましたので、はい、じゃあまず1個目はじゃーん。こちらのブルーのココハンドルの元のデザインとなったトップハンドルのバッグになります。アイスブルーになっててシルバー金具なんですけど、もうヴィンテージでシルバー金具のものってそもそもすごい珍しくてなかなかないので今日は持ってきました。こちらの方はね、色味がなかなか見たことないの、うん、アイスブルーって、あといつもこういう感じの色がすごく人気があるだと思いますよ、うんうんうん、あと形はねちょうどいいなサイズ。確かに確かに、ちっちゃすぎず大きすぎず、確かにこういう感じのハンドルバッグならトップハンドルとしてすごくマダム感を出しやすいなんですけど、うん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 、でもこのちょうどいいな S サイズくらいかな、割といろんな服と合わせやすいなってだと思います。はい、はい、じゃあ1点目はこちらでした。2点目はね、私こちらかな。あ、それ絶対好きだと思った。そう、私ね個人的に、うん、ベルアーの素材とっても気になってて、うちがお揃い の、 バッグもベルアーです。そうね、そうね、本当にベルアーがカメラからちょっと伝わないの色味もあるだと思いますけど、実物と見たら本当にもうこのバッグの存在ありがたいってだと思うなんですよ、うん、本当に可愛くて、うん、こちらの方がこういう感じの形、実はね黒とかよく見たことあるなんですけど、でもこちらのベルすごい綺麗だよね。本当になんか見たことないです、うん、今撮影してたの時期がちょうどクリスマス前だから、うんうん、ぴったりぴったりクリスマスとぴったりのこういう感じの一点で、でもこちらの方はねミニサイズというよりかもうすでにマイクロサイズだと思います、うんうん、とっても小さいから、もしね携帯とか多分入らないかもしれないんですけど、でもうちでクラクションを作りたいなら多分こちらのいてものの方がいいかなってだと思いました。なんかアクセサリー感覚で、はい、バッグをねつけていただく感じでもすごい可愛いんじゃないかなと思います。あとこちらの方は本当にびっくりぐらいの部分は外だけではなくて中がね、中本当に綺麗なんですよ。すごい綺麗なの。中はこういう感じ、うん、ゴールドの裏地です。ゴールドの部分本当に珍しくない？珍しいだし、あと特にねゴールドの方とベロアの素材と合わせてのアイテムはなかなか見たことないと思います。そうね、これ一点で私個人的にとっても気になってます。はい、ね、私やっぱ基本的にカラーものがすごい好きだから、さっきもちょっとブルーを選んじゃったんだけど、次がこのピンクのクラシックフラップマトラッセです。はい、ね、マトラッセダブルフラップはやっぱいろんな色が空にあるんですけど、このピンクっていうのがもうヴィンテージの中だったらもう頂点に君臨する色なんじゃないかなって私は思ってるんですけど、結構一番人気でいろんな方から愛されてる色かなって思います。ブティックでも今ねいろんなピンク、いろんな色のピンクがあるんですけど、やっぱこのピンク、このなんていうのかな、ちょっとゴールドとか、うん、なんかシャネルは確かにピンクが本当にたくさん種類がいるんで、うんうんうん、でもこういう感じのピンクはちょうどいいだと思いますよ。薄すぎず濃すぎず、そうそうそう、今のシャネルはなかなかないピンクなので、結構ヴィンテージでしか手に入らないお色味なんじゃないかなと思います。だからバッグはそこまでなんか珍しいバッグではないけど、色味ということでちょっと今日持ってきちゃいました、うん、あとこういう感じのピンクはこのヴィンテージしかないのイエルゴールドの金具と合わせでとっても可愛いだと思いますよ、うんうん、他の人と被らないようにのいてものだと思います。
まして、今のピンクの方はだいたいシルバー金具とかあとローズちょっとベ、うん、ローズゴールドローズゴールドとかベージュゴールドとか合わせての現行品が多いなんですけれど、ヴィンテージの方は割とイエローゴールドと合わせてのタイプが多いだと思いまして、とても上品に見えるだと思います、うんうん、はい、では2個目こちらでした。はい、これあーそれもすごい好きそう私とっても気になってるの形はこれです、うん、こっちの方は名前が31というのバッグなんですけど、うん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 、こっちの方はねミニサイズです。ミニサイズはねとってもとっても人気がありて、私ね特にこういう感じは何でも入らないの、うん、バッグが好きとか思いまして、そう、本当にミニバッグのイメージなんですよほうちゃんって、はいはい、特にね、あとヴィンテージシャネルといったら 2way のバッグなかなかないなんですけど、うん、こっちの方のチェーンはすでに外してもできるから、そうね、それすごい珍しいと思った。そうそうそう、あとハンドルバッグ、トップハンドルバッグとしてもとても使いやすいなサイズだと思いまして、うん、なんかワンピースドレースと合わせやすいの、うん、いてこういう感じのもので、こっちの方はミニサイズで M サイズなら普通のカジュアルのデリルックでもすごく似合うだと思いまして、はい、こういう感じの31のバッグ、いてものでございます。これ本当に可愛い、ね、可愛いよね。そう、ではじゃあ次行きたいと思います。次は、はい、このビジューチェーンのミニバッグです。はい、ビジューチェーンはね、ビジューチェーンってこの、こういうゴールドのちょっとね重厚感のある重めのチェーンのことを言うんですけど、ちょっとビジューみたいな感じなのでビジューチェーンと呼ばれてて、今のシャネルではねもう手に入らないチェーンになってます。でも実はこっちの方は去年の時がリバイバルしたことがありますよ。リバイバルされたね。ただデザインはちょっと違いまして、うんうんうん、こちらのビジュチェーンにもあのマトラセの模様を刻んでて、うん、確かに確かに。でも去年リバイバルしてたの本は割とシンプルなデザインだと思いました、うんうんうん、でも重さといったら絶対にヴィンテージの方がもっと質感が良いだと思います。確かに確かに。あと皆さん知ってますか、チャンネル の, あのジュエリーラインでコククラッシュというのシリーズがありますよね。こちらのビジューのチェーンは1個ずつのデザインは本当にクラッシュと似てます。そうそう、近くで見てもらったら分かるんですけど、あのコククラッシュのリングとかに使用されてる模様がビジューチェーンのね、はい、このチェーンに刻まれてるっていう感じで、あと私このデザインが好き。うん、分かる分かる、うん、なんかちょっとダイアナっぽいんですよね。そう、でもダイアナよりちょっとカジュアル感が、うん、カジュアルに着れると思う。ダイアナやはりすごく女性らしさ、うんうん、女性ちょっとこのエッジのところが丸いんですけど、この子はちょっとねカクカクしてるから、はい、全然クールめなお洋服にもぴったりだと思います、うん、あと私一番好きなミニサイズそうね、そうね。はい、ではこちらでした。はい、次行きたいと思います。次は私こちらで選びたいだと思います。そうだね、すごいスペシャルな、これはね正直見たらちょっとオールドスクールな感じだと思いまして、普通 の, あの日常の服と合わせだけではなくて、ちょっとヴィンテージ感の服に合わせても、うん、とっても可愛いなって思ったと思いまして、うんうん、あとポイントはこちらですね。多分ちょっと近く見たらこれ本当に綺麗だと思いまして、うん、あとこのチャームはねついてたのバッグは本当にこのバッグしかないですし、うん、本当にないだと思います。あとはこれはね今皆さん見えるの通りで、あのトップルハンドル、うんうん、トップハンドルしかないついてたなんですけど、でも実はね中にね中にねそう中にね、実はまさかこれはねショルダーストラップもついてます。そう、ショルダーもついてるから、そう本当にあの肩にかけてはちょうどいいな長さだと思いまして、うん、でもただこちらの方は斜めにかけられないかもしれない、うん、確かにちょっと短いよね、ちょっと短いの方なんですよ。これはねサイズはショルダーバッグとしてとっても便利ないってものだと思います、うん、なんかこちらの方はもし、うん、あのストラップが長すぎるならちょっとバランスが悪く見えるだと思いまして、ね、この長さは本当にちょうどいいだと思います。はい、という感じです。じゃあ次はちょっと向こう側にあるんですけど、このバイカラーの子を紹介したいと思います。私ねこれ初めて見た時にもう一目惚れして、結構なんかベージュと黒のバイカラーってなかなかないんじゃないかなと思って、そう、ベージュと白とかのバイカラーとか、あとはベージュと、うん、
あとブラウンの前からは結構見たことあるんですけど、ベージュと黒はねなかなかなくて、でこれ何がすごいって、ここの前のところはベージュなんですけど、この1枚の革になってるこのフラップから続く後ろが黒になってて、めっちゃ可愛いなと思いました。ちょっとお姉さんっぽい感じのね、大人っぽいデザインで、はい、あとこういう感じの形がなんかシャネルのバッグの中で正直なかなかないだと思いまして、2018年にあのシャネルが一回こういう感じ形のルボエを出しましたなんですけど、でも実はねそういう感じのバッグを出すの前はヴィンテージでもすでにこういう感じの形があったことはありましたという話です。ね、めっちゃ可愛い。でもう結構ねあの高さもあるから何でも入るし、本当に結構ちっちゃく見えるからちょっとスクエアっぽいんですけど、高さがある分ねちょっとスクエアよりかは高いって感じで、こんな感じですね。じゃあこちらになります。で次がほうちゃんから言ってもらおうかな、はい、とってもスペシャルなバッグをお願いします、はいはい、私個人的にとっても気になってて、うん、あとヴィンテージシャネルのバッグの中で皆さんご存知通りでとっても人気があるの、ほぼ伝説的な入れ物で、ね、うん、こちらです。はい、これはねあのもちろんいろんな色味があるなんですけど、今回は一番可愛いホットピンクを持ってきました。なかなかないよねこの色。本当にあの黒もあと白赤とかよく見たことあるなんですけど、あとベージュもあるけどね。ベージュもあります。なんか本当にいろんな色味がありますけど、うん、でもホットピンクというの色味はとってもとっても珍しいで、はい、じゃあそんなほうちゃんに質問です。このバッグが有名になった理由は何でしょう。はい、こちらのバッグが、うん、あの有名になってたの一つことが、花もちゃんなの、あの役者、うん、マイリー・サイラス、うん、マイリー・サイラスがあのパパラッチの前で顔を隠すのためで、うん、このバッグを使って顔を隠しましたので、そしてそこからとても有名になってたのイテモマでございます。こういう感じの噂というか物語が あったことがありまして、だから本当に面白いなってだと思います。でも面白いですね、確かに確かに確かに、顔を隠すようなためでシャネルのバッグを使ってこういう感じするのがとても可愛いなと、ね、こっちの丸いなんですけど、でもね他の形ハット型もありますから、もし顔を隠すの時ハット型 の、うんうんうん、あのシャネルのバッグを使ったらとってもなんか可愛いなっていう感じで、うんうん、本当にすごく気になってて、あとこちらの素材はねパテントです。パテント素材からとてもツヤ感があります。だからねなんか普通の色味、うん、普通の素材よりもっと鮮やかに見えるだと思います。こういう感じの出物です。やばい、これ本当に可愛い。ハンドル可愛い。はい、じゃあラスト1点で、はい、じゃあ次いきたいと思います。次はこちらのツイードの親子バッグの親バッグです。はい、でこれ実はね親子バッグって言って、大きなバッグとちっちゃいバッグがセットになったバッグになってるんですけど、そのセットのツイード版ってもうね今ではなかなかね入手困難になったバッグで、はい、一応これが親バッグのみなんですけど、現物もともとはねここにちっちゃいバッグがこうくっついてて、親子で使えるバッグっていうコンセプトでシャネルが出したバッグになります。この大きいバッグがママ用で、はい、ちっちゃいバッグが、まあ、娘さんだったり子供用っていう感じのバッグになってます。はいはい、でこれのレザーは結構ねたくさん、まあ、いろんなところで見るよねレザーバージョンは、うん、でもこのピンクのツイードってなかなかなくない？ないです、うん、これはね本当にとても人気があるの色味だし、うん、それだし、あとこっちの素材について絶対にたくさん物語があるんですね。確かに確かに、ツイードはもうねヴィンテージ界ではもう王者に君臨、デニムの次に王者に君臨するんじゃないかっていうね、はい、素材だと思うんですけど、まあ、シャネルといえばツイード、ツイードといえばシャネルって言っても過言ではないくらい、はいはい、あとこっちの方は1994年のクラクションで出てきたの、うん、この入れ物で、みんな今まで見てるのは多分このバッグしかないに見えるなんですけど、でも当時はこのバッグと全く同じ素材のジャケット、ジャケットあるね、あるある、そうだからこっちの方は割とたくさん色味がありまして、うん、なんかなんだろう、私が過去で見た中で一番好きだったのはあのミントグリーンと、はい、イエローみたいなのが入ってる、パープルかなが入ってるやつかな、はいはい、私一番気になってるのはパープル
黒、あとイエローと合わせてるのがあれで、あれは本当にとても珍しくて、確かに確かに、あと黄色の方もありますよね、黄色と水色の、そうね、そうね、インカムチェックみたいな感じかな、ちょっとチェック柄に入ってて、あれもとっても可愛いなってだと思いまして、あとあの一番気になってるのは、みんなが一番好きのは多分マクロサイズの小さい方のやつね、うん、そうそうそう、小さいの方はちょっとポーチみたいなのの大きさで、うんうんうん、正直なあれも何でも入れないだと思いますけど、エコバッグのセットを別々で販売するなら、あの小さいのサイズでの値段が本当に、3倍とかするんじゃん、2倍ぐらいはするんじゃないかな、2倍ぐらいします、絶対に2倍ぐらいしまして、うん、だからね、逆に私こっちのサイズの方がいいかも、うん、そうそうそう、全然だったらこっちでいいって思うよね、うん、なんか使えるじゃん、うんうんうん、あっちの方は本当に、しかもアクセ感覚じゃない、あっちは、はい、じゃあこういう感じかな、じゃあ今回の動画はここまでです、ご視聴いただいてありがとうございます、次回の動画ではクラシックフラップについてもうちょっと詳しくお話をしていきたいと思います、もあと、いいねもよろしくお願いします。ではまた次回の動画で、バイバーイ。バイバーイ。